富士浅間大海は人、人穴人穴富士港遺跡は、静岡県富士宮市人穴にある、富士港に関わる、史跡群。国の史跡に指定されている。富士山から信仰の対象と芸術の源泉の、構成資産の一部として、世界文化遺産に登録されている。人穴は、格行が16世紀から17世紀にかけて、 修行を行い、浅間大菩薩による啓示を得、また入滅した場だと伝わる。東鏡によると、浅間大菩薩の御在所と見られていたという。一穴の地は、各行が浄土としたために、富士港信者も、聖地とするようになり、参詣や修行が行われた。その信者の多くは、吉田口登山道の利用者であり、吉田と一穴を結ぶ道として、 中道王冠が利用されたと考えられている。なお、富士港の衰退により、秘湯の建設は1964年以降は行われていない。2013年6月22日、富士山から信仰の対象と芸術の源泉の構成資産の一部として、世界文化遺産に登録された。富士山の噴火でできた溶岩ホラーなのである。現在は崩壊の恐れがあり、 入道禁止である。人穴浅間神社全国にある浅間神社の一社。正式名は人穴がつかず浅間神社。主催神は富士山本宮浅間大社同様にこの花の咲くやびめの他、各行、徳川家康である。人穴を管理する神社であるとの指摘もある。なお、明治以前は寺院であり、境内には現在も大日堂が残る。 富士港信者たちが多数埋葬された墓碑が300以上あるとされ、閣業の墓碑のほか職業、魅力や村上構成に関する墓碑も多数見られる。秘湯群の一部233期の秘湯からなる。混流年代のわかる秘湯は89期ある。富士港が流星した18世紀末から19世紀前半に混流されたものが一番多く。 名に見られる地名は6割近くが江戸下町のものである。逆に静岡県内の地名が見られるものは1基のみである。その89基の中で一番古い年代に作成されたとされる秘湯は洞穴内に位置する1664年建立のものである。この秘湯は富士高成立以前のものである。また秘湯群には 閣僚の供養費などが含まれる。祈願奉納費に区別されるものが35期、検証記念費に区別されるものが7期、母費供養費に区別されるものが188期、同票が1期である。祈願奉納費は、富士宣言等の名が掘られた祈願を、主としたもので、検証記念費は、公明や、傘印などを記した記念費であり、祈願奉納費は、改名や、 表明を記したものである。現在は、人を軍内に入ることはできない。ありがとうございます。